日240例目までを公表させていただいておりますけれども、本日は昨日の会見以降陽性が判明しました25例について新たに説明をさせていただきます。この内訳ですけれども、県が11例、それから岐阜市さんの方が14例ということになります。県内でどういう状況が起きているか、どういうところが懸念されるのか、もう一つすみません、改めて。若い方中心に出ています。で、まあ、近県を含めた大都市圏でのお店の利用などがあることが比較的多く見受けられる状況というのは非常に変わっていない状況です。一番懸念しておりますのは、こういう若い世代が持ってきて、例えば東京のご家族ですとか、年齢の高い世代に移して、そういう方が重症化してくると、こういうと、もしくはその若い世代の方でも前に重症化する方がいらっしゃいますので、こういう中から数が増えてくることによって重症化する例が出てくることが非常に懸念されるかというふうに思います。あとは、当然その職場の関係がありますので、そういうことでお金もらってきたものを職場関係で移す、特にその学校ですとか医療関係ですとか福祉関係といった感染したときに広がるリスクが高いような職場で広がるという点が非常に懸念される状況が続いている。明日からホテル雇用の方は運用を開始する方向にしておりまして、比較的若い世代で